こんにちは。これ何だと思いますか？ゲームの中の秘宝じゃありません。日よけです。こんな穴だらけで日よけになるのかと思うかもしれませんが、夏のお昼時にはちゃんと日陰になるんです。太陽が動くとですね、光がちょっと漏れてくるんですが、木陰みたいな感じで、気持ちがいいんです。で、今日はこんなものをなんで僕が作ろうと思ったかという話です。この日よけの研究は僕の人生の中でめちゃくちゃ面白かった研究なんですが、最初からこんなものを作ろうと思ってたわけではありません。最初は都会はなんで暑いのかということを考えていたんです。都会がですね、周囲の郊外よりも暑くなる現象をヒートアイランドと言います。で、ヒートアイランドというと皆さんは夏の暑い昼間の気温を思い浮かべると思います。ですが、実際には昼間の気温は田舎も都会もほとんど変わりません。ヒートアイランドが顕著に見えるのは夜なんです。でも実際問題として、夏暑い時に都会にいると暑く感じますよね。で、そういうデータもあります。これは京都の地表面温度です。衛星写真で、衛星から撮った地表面温度です。昼間の温度です。これを見るとやっぱり都会が暑いということが分かります。で、地面が暑いと何が起こるかというと、暑い地面から赤外線がやってきます。で、その赤外線は暑い路面に立っている人間に大体100ワットぐらいの熱を余計に与えます。100ワットというとどのくらい暑いかちょっと想像つかないかもしれませんけれども、大体この使い捨て回路1枚1ワットです。100ワットってこれ100枚分です。これで暑くないわけないですよね。ですから、実は町の昼間暑いのは気温が高いからではなくて、暑い路面からの赤外線が強いからなんです。じゃあ町はなぜそんな表面が暑くなっちゃうんでしょうか。町の表面とそれから田舎の表面、地表面を見比べてみると、田舎の方はですね、小さい葉っぱで覆われてます。それに対して、都会は大きなビルであるとか道路、大きな面で覆われてます。そんなの温度と関係ないと思うかもしれませんが、これ覆われなんです。夏の炎天下にですね、車を置いとくと、とても暑くなっちゃうことは皆さんよくご存知ですが、このミニカーは暑くなりません。小さいものは空気に熱を逃がす効率がいいんで暑くならないんです。で、よく見ると葉っぱってこのくらいの大きさですよね。で、本当にこんなことが起こるのかというのをさっきの衛星画像で見てみましょう。左下の方に白いところ、つまり暑いところがあります。これ何かというと自衛隊の駐屯地です。大きな屋根が、大きな屋根のある大きな建物がですね、あります。別に中で爆弾作ってるわけじゃないです。で、もっと北の方、やっぱり暑いところがあります。これ何かというと自動車工場です。大きな屋根を持つ巨大な建物が並んでます。やっぱり大きな面は暑くなっちゃうということが分かります。で、もう一つ見てみましょう。今度は右下の方です。これ山の中なんですが、これ何かっていうとゴルフ場です。ゴルフ場の芝が厚いんです。芝の葉っぱって小さいですよね。今小さいものは暑くならないって言ったばかりなんですが、熱は空気に逃がしますから風通しが必要なんです。芝は地面に密生していて風が通らないので暑くなっちゃう。で、じゃあこういう大きな木はというと小さな葉っぱが三次元的にばらまかれていて風通しがいいので暑くならない。こういう風通しの良さを実現するにはどういう構造になってたらいいかというので登場するのがこのシェルピンスキー四面体です。このシェルピンスキー四面体は面積はあるんだけれども体積がないという不思議な性質を持っています。紙のように面積がありますから光を遮ることができます。でも体積がありませんからスカスカで風がよく通ります。なんかよくわからなくなってきたと思いますから、フラクタルの説明をしたいと思います。今ミニマウスの写真がここにあります。 50% 縮小した写真を3枚撮ります。1枚の面積は4分の1ですから3枚で4分の3です。ちょっと小さくなりました。
これ全体をまた同じようにコピーを取ります。4分の3の4分の3でまた小さくなります。これをどんどん繰り返します。どん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 繰り返して無限回繰り返すと、面積がゼロになっちゃいます。これ100年ぐらい前の、シェルピンスキーという数学者が考えたもので、シェルピンスキーのガスケットと言われています。でもこれは当時の数学者でも何だかよく分からなかったので悪魔図形と言われたそうです。でも実はこの悪魔、皆さんの周りにいっぱいあります。はい、今度は山際先生山際先生のコピーをですね、取りたいと思いますが、4枚取ります。ちょっとコピーの取り方変えます。4枚ですが、一番下はですね、なぜか非常に痩せ細っちゃった山際先生です。で、これ全体をまた同じようにコピーを取っていきます。今山際先生が4人、山際先生が16人、山際先生が64人、256人、1024人、どんどんいきます。どん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 いって、山際先生どんどんちっちゃくなります。さあ、これ何でしょう。葉っぱですよね。これは世界人口を超える山際先生からなる葉っぱなんですが、本物より本物っぽい。さっきのシェルピンスキーのガスケットは悪魔と言われましたが、これ悪魔どころじゃなくて、もう実に自然な図形です。でもこれはコピーの取り方ちょっと変えただけで、この2つは同じ図形の仲間なんです。で、この木とこのシェルピンスキー四面体、同じようなものに見えてきたでしょうか。一見して全然違う形に見えるかもしれませんが、共通点があるんです。それで、もしかしたらこのシェルピンスキー四面体が木の代わりになるかもしれないと思って実験してみました。まずは平らなトタン屋根、炎天下で屋根熱くなっちゃいますから、そこから赤外線が出て、その下で昼寝してても暑いです。で、フラクタル日よけです。日よけの温度全然上がりません。ですから赤外線来なくて風が通りますから、気持ちよく昼寝ができます。こういう日よけで街を覆って、しまえば、街が森のようになって、暑くならないんじゃないかと思って、作ってみたのが、これ一番最初にお見せしたこのフラクタル日よけなんです。で、これ口で説明してもなかなか分かっていただけないんですが、実際にここに行くとちょっと涼しくて気持ちがいいんです。学会でも最初は全く相手にされませんでした。でも最近は少しずつ、広がりつつあります。で、このフラクタル日よけの話をすると、なんでこんなことを思いついたんですかとよく言われます。実は私がこんなことを思いついたのはですね、素人だったからです。私の専門は建築学でも、数学でもありません。海洋物理学です。全然関係ないです。いろいろ事情があって、専門とは違うことをやることになったんですが、その時に自分の手で観測して、自分の手で実験をして、何か測ってみるまでは勉強せんとこうと決めたんです。だって研究っていうのはですね、人がやらないことをやることです。自分がやってみる前に勉強しちゃったら、人と同じ発想しか出なくなっちゃうじゃないですか。新しいことをやるときに、知らないことっていうのは、知らないということは非常に強い武器なんです。それも一生に一回しか使えない武器です。こんな貴重な武器をですね、使う前に捨てちゃうっていうのはもったいないでしょ。で、素人ですから、研究の設備もありませんでした。で、お金もありませんでした。どうするか、もうほとんど全部手作りです。例えばこれ、気温を測るときに使う百葉箱みたいなものですが、これ買うと結構高いんです。ですが、プラスチックの板買ってきてですね、ホットプレートで温めて柔らかくして、ビールの缶で形を作ると300円ぐらいでできちゃいます。で、自分で作るとですね、教科書で勉強するよりもはるかにたくさんのことが非常によく分かります。で、当然ですが、このフラクタル日よけも全部手作りです。というか、こんなもん売ってませんから、作るしかないんです。材料と工具は全部ホームセンターで買ってきました。で、そもそも研究とは人がやらないことをやることです。必要なもんがお金で買えるわけないじゃないですか。研究にとって一番大事なのはですね、お金じゃないんです。暇です。
で、その暇をふんだんに使って綿密に計画を立てたのかというと、全然そんなことありません。計画なんてほとんどありませんでした。で、そもそも研究ってわからないことをやるんですね。明日自分が何を思いつくかわからないじゃないですか。新しいことを思いついちゃったら、今まで考えたことは無意味になっちゃうかもしれません。だから思いついたことを片っ端からやりました。で、半年後に自分が何をやってるか自分でも全く想像がつきませんでした。完全に行き当たりばったりなんですが、めちゃくちゃ面白かったです。で、お金もなくて計画もなくてどうするのか、もう偶然です。たりひこんがんに聞こえるかもしれませんが、そもそも研究ってわからないことは、わからないからやるんですよね。どこに答えがあるかわからないんです。だから答えも思わんとこからやってきます。実はこのミニカーが熱くならないということもとんでもないとこからやってきました。ある時ですね、こういう資格を取らなきゃならなくなりました。30年ぶりに受験勉強しました。で、この受験勉強している時にこのミニカーが熱くならないということに気がついたんです。気象学の勉強でも都市工学の勉強でもありません。しかもこの事実は実は古い教科書にちゃんと書いてありました。僕が見つけたもんじゃないです。で、このシェルピンスキー四面体、これを日よけに使うことを思いついたのも、全くの偶然からでした。ある数学の先生がですね、このシェルピンスキー四面体に時計台の写真を貼り付けて、まあ、正面から見ると時計台の写真がちゃんと見えるんですが、この角度を変えるとバラバラになっちゃってよくわからない、面白いでしょって。正直言ってですね、意味わかりませんでした。数学者って暇ですねって言っちゃいました。でも家に帰ってですね、夜布団に入って、ひょっとして木ってこんなもんじゃないのと思いついたんです。で、お金がないことも計画がないことも偶然のチャンスに出会う確率を上げてくれます。でも問題はその偶然のチャンスをいかに確実につかむかということです。こういうのセレンディピティっていうんですが、これが結構難しい。心に余裕がないとできません。で、常に自然体の構えが必要なんです。で、フラクタル日よけを見てるとつくづく思うことがあります。それは自然は完璧を目指さないということです。フラクタル日よけって実に中途半端な存在でですね、日よけと言いながらなんと光が漏れちゃうんです。雨も風も防げません。なんか間抜けなんです。でも自然は多分そういう不完全なところ逆に利用してるんだと思います。多分これが自然のありようなんだと思います。で、人間はこういう不完全さとか間抜けさになんとなく本能的に心地よさを感じてないでしょうか。多分そういう時、偶然の中からなんかチャンスを見つけるセンサーがですね、すごく感度が高くなってる気がするんです。我々は完璧を目指しすぎてないでしょうか。ちゃんと勉強して立派な計画立てて真面目に仕事すればイノベーションが起こると思ってないでしょうか。人間も自然の中に生きてますから、その簡単にはいきません。イノベーションというのは真面目の外にあるものだと思います。で、フラクタル日よけってそんなことを教えてくれるような気がするんです。フラクタル日よけって中途半端で、適当なんですが、なんとなく自然で気持ちがいい。これ見てるとですね、細かいこと考えるのはバカバカしくなって、まあいいかという気になってきます。私はこのフラクタル日よけが世の中に広がって都市が少しでも快適に暮らせるようになったら、嬉しいと思うんですが、それと一緒にこの不完全で中途半端で適当でもまあいいかっていう気分が広がってくれたらと思います。で、そうするとこの堅苦しい世の中がですね、ちょっと楽になるんじゃないかと思います。そして偶然の中からチャンスを見つけるセンサーが働き出します。皆さんももしこのフラクタル日よけ見つけたら、その下に行って
思いっきり肩の力を抜いて、まあいいかってつぶやいてみてください。そしたら気分が楽になって、なんか思いつくかもしれません。ありがとうございました。